ふなんとかふちくのさん、こんにちは。よいちさん、こんにちは。ひろさん、こんに、こん、こんばんは。S、かなさん、こんにちは。チョコさん、こんにちは。げんさんも、こんにちは。ひろぽんさんも、しんちゃんさんも、めがくるくるさん、こんばんは。わらびもち、わらびもち。待って、闇の管理人さん、こんにちは。たかってるさん。だいぶショールームにも慣れたね。はい、ちょっと投げてきました。よしさん、こんにちは。ゆってぃさんも、こんにちは。からしくん。はい、ちょっとすいませんね。からしくんさんかな？まで言ったよね。こんにちは。キヌタ公園さん、いちごちゃん元気？今のところ元気です。元気です。SCD さん、こんにちは。待ってました。フレッシュいちごになりたいの。ありがとう。チャミさん、スコーンどうした？結局あのまま。どうしようか迷ってます。ホタルイカゆで馬さん、こんにちは。しのぶかおりさん、こんにちは。あ、高寺さん、わかりました。いってらっしゃい。楽しんできてください。卒業公演。暖かくなります。本当だよね。もう半袖でも全然いける。モックさん、はじめまして。事故早。すいません。テープでぐるぐる巻きにしたら、絶対美味しくない。食べれないよ。はい、いつも通りでーす。開き直ったあじさん、こんばんは。今日はどんなことしてましたか？今日はテストがあったので、テストを受けました。イエーイ！テスト受けました。国語のテストがありました。ノースフライトさん、こんにちは。初見な。はい。正成さん、こんにちは。口笛はできない。できないですね。はい。まだわかんないけど、国語のテスト一問もわかんなかった。でも記号問題は書きまして、記号問題はとりあえず書いて、何点かは多分やばいと思いますね。久五郎さん、こんにちは。どんな感じやったかな？なんかね、連帯就職後とかなんかいろいろそんな感じ。久五郎さん、こんにちは。正成さん、ありがとう。解答欄は全部埋めた。でも、全部記号式だったから。点数出たら教えます、皆さんに。社会と国語はやばいですね。理科と数学はめっちゃいいです。ほんと理科は本当に96とか取れるんですよ。違う、前98か。98取ったんですよ、理科で。で、数学は90点だけど、社会と国語はやばい。国語は前6点取った。そう。連帯就職後とか、なんか、福祉とか。もうなんか難しかったもん。何言ってるかさっぱりわかんない。よしさん、こんにちは。モックさん、ありがとう。大好き、ありがとう。英語もまあまあいいんだよ、私。英語も結構得意なの。そう、英語は結構できるの。法則見つけるのが得意なんですね。そうかもしれない。みっちーさん、こんにちは。かたけんさんも、こんにちは。大物やね。 そう、国語6点はすごくない？逆に。多分、なかなか取らないと思う。なんか先生がテスト渡してくれるときってさ、私の学校テスト渡すとき一人一人呼んで、今日はこんな感じだったね、みたいな。今回の点数は、まあ50点、まあ平均ぐらいでよかったね、とか、いろいろ言ってくれるんですけど、なんか私が渡されるときに先生が目をつぶって、なんか、どうしたん？みたいな。どうしたん？みたいな言われて、なんか相談でも乗ろうか？みたいな。なんかあったみたいな。
こと言われて、本当特に何もなかったから、いや何もないですけど、そんな点数悪かったんですかって言ったら、スッて紙をポケットから出してきて、なんかなあ6点やったよみたいな感じで、お互いに悲しくなりましたね。はい、あの時のことはまだ覚えてます。カラさんこんにちは。本当にあのテストは悲惨でした。6点のテスト返された時の私の気持ち想像してみてよ。ひどかったんだから、あの時。あさみさんこんにちは。配信やった、やってますよ。しんごさんこんにちは。しげさんもこんにちは。おはようございますさん、初見です。本当ありがとう、ギフト10点満点ならよかった。本当だよね、確かに。あと3日間か。10点満点ではない、100点満点でした。よくできた方です、ありがとう。山崎パンさんこんにちは。平日は最後なので今日は早めに帰宅した、ありがとうヒロさん、めっちゃ嬉しい。先生は仕事やってるから悲しくならないのでは。そうでもないんだって、意外と悲しいらしいよ。意外とね、悲しいらしい。そう、意外とね。え、すごい、100点、100点満点やばくない？開き直ったアジさん、すご。テンさんこんにちは。ショウさんちらこんにちは、お疲れ様です。待ってよ、自分の教え方が悪いかと先生が。いやでもちょっと若干責任感じてると思うよ、先生も。6点ってさ、なかなかいないからね。普通のテストでも30点ぐらいは取れるようにはしてるらしいよ。30点は取れるようにしてるらしい、あんま授業を受けなくても。でも6点はないらしい。やけんもうほんとなんか先生もちょっとだけ、私が見た感じだけど心なしかちょっと涙目だったよ、先生も渡すときに。マジで申し訳ない。ゴンさんありがとう。ゴンさん、あ、テンさんありがとうございます。タコ嬉しい、テンさんありがとう。テンさんありがとうね。ナルシさんこんにちは。キムさんもこんにちは。ビッグウェーブさんもこんにちは。今日の配信はクッキー作るよ、みんなクッキー、クッキー作るよ。TM さんこんにちは。たかしさんもこんにちは。ふじやんさん、え、ひろさんありがとう。え、 NMB の先輩0点おるから大丈夫。マジ私の6点越してきたぞ、すごっ。だって寝てるからしょうがない。まあね、すいません。きねたこないさん、先生涙だって。でも先生めちゃくちゃ涙目でしたもん、確かに。だから私もごめんなさいって感じだった、本当に。あ、じゃあ次のテストは頑張りますって言って、次の5月にテストあります。皆さん国語のテスト、ガチのもう期末テストかな、あ、6月か、それ6月ぐらいに期末テストがあります。あ、ふじやんさんありがとう。しょうさんもありがとうね、大好きだよみんな、ありがとう。スコーンの2の前にならないといいけど。まあね、クッキーはリベンジ。昨日のスコーン失敗したんですよ。昨日私スコーン作って失敗したんで、めっちゃ美味しくなかった、正直。なんかめっちゃ美味しくなかった。だからクッキーめっちゃ作る。料理楽しみ、ありがとね、あさみさん。たかてるさん、昨日のスコーンまだ残ってる、誰も食べてない、どうしよう本当に。ポコさんかわいい、ありがとう。ガッチャさんもこんにちは。
その頃はもう NMB だから嬉しい。わかんないけど、でも頑張るね。その時にはもう NMB は私入ってるかもしれん。めっちゃ嬉しい。やー次の試験は NMB に入ったって。涙出てきそう。ありがとう、なんか。ほのぼのさん、こんにちは。怖いな、クッキー。大丈夫よ。お母さんごめんなさい。ほんとごめんね、ママ。すんまへん。絶対謝ってない。すんまへん。すんまへん。絶対謝ってない。キルタカメさん、ありがとう。キルタ、キルタ、キルタ、キルタ。キムタコヤさんありがとうね。浦部さんこんにちは。昭和時代は学校の中をバイクで。やめとけよ。バイクはやばいよ。チャリにしとけよ。チャリに、チャリならまだいいけど、学校の中走り回るのバイクはやばいよ。ガスがもったいない。ガス代もったいない。でもチャリだったら0円だよ。チャリ、チャリだったらね。タニヤンさん、こんにちは。初見です。本当に嬉しい。ヒラさんもありがとう。仕事終わって帰ってきた。おー、ガッチェさん待っとったよ。リコチさん、こんにちは。ヒラさんまたありがとう。待って、オニコさんこんにちは。レックスさんもこんにちは。先生、年末がなくなるかもしれない。ハルさんもこんにちは。大将ぎっくり腰治った？治ってないよ。パパ、パパ、ママに電話してやり。ガッチャンさんありがとう。ガッチャンさん、タコありがとうね。嬉しい。あ、ガッチャンさんもありがとう。トレーラーマンさんもありがとう。トレーラーマンさん、トレーラーマンさんありがとう。嬉しい。チャビさん、エコ、そう、自転車だったらエコだからね。トレーラーマンさん、またありがとう。リコチさんもありがとう。ハート嬉しい。あ、ヒロポンさん、またタコありがとう。嬉しいです。おにこさんもありがとう。ヒロポンさん、ありがとうね。大好き、ありがとう。なんだろう、ミルクさん?こんにちは。こんにちは。カロミルクさんかな。ごめんなさい、私漢字が苦手なんです。なんと言っても私国語が6点の女なので。国語6点の女、マジです。これぎっくり腰は最初の1週間ゆっくり休む。ママ1週間ちゃんと休みよ。今週ママめっちゃね、忙しいんですよ。でもめっちゃそう、ぎっくり腰1週間か。そっか、言っとくわ。ちゃんと8位まで2万3000ちょっとだから目指そうかね。ありがとう、ヒロさん応援して。ありがとうね、ヒロさん、いつも私のわがまま聞いてくれて大好き。ありがとう。マサマエさんもありがとう。タコ、フレッシュイチゴになりたいの。タコありがとう。嬉しい嬉しい。自信系に言うんじゃない。で、コトリンチューハイモトさん、こんにちは。え、待って、漢字がまた難しくなってってる。ちょっと待ってよ。なんて言うのかな、これ。絵本なんて言うんですか、教えてください。ヒロさんの自信系に言うんじゃないの、上の方の名前が難しい。なんとか山なんとかさん。チョッコさんありがとう、ハート。キータカさんこんにちは。絶対安静やね。そうやね、絶対安静やね。大将はコールセンターで。そうだよ、みんなのせいでもあるんだから。コールセンターが、そう、コールセンターがマジで忙しすぎて、在庫送るときにぎっくり腰になっちゃった。100点中6点。はい。そうですけど、何か文句でもあります皆さん。はい。何か文句でもあります ?100 点満点中6点ですけど、何か文句でもあります博士とナノちゃんさん、こんにちは。中華定食10人前テイクアウト。大将、ぎっくり腰だってば。大将、ぎっくり腰だって。いたわってやってよ、そこは。大将今ぎっくり腰で湿布めっちゃ張ってるんだから。ライカさんこんにちは。
すご、開き直ったアジさん、すごだからあれか、100点取ってたのか、テスト。一応医療関係者です、ありがとうございます、言っときます、ちゃんと。陶芸協桃、陶芸協桃じか理解です、だって。陶芸会、陶芸協、あ、陶芸協か、難しくない、陶芸協。難しい、ちょっと待って、覚えらんない、覚えらんない、難しい難しい、陶芸協、むずいよ、むずいむずいむずい難しい。和彦さん、こんにちは。国語力、なんか文句あんの、あさみさん、なんか文句でもあんの。メガクルクルさん、ギリギリの名前よ、ヨンザンさん、ヨンザン、みんなよくわからない。チョコさん、ありがとう、ハート嬉しい。ママが近くにいたら名前聞いてくださいませ。今近くいないの、今ぎっくり腰で寝込んでるからね、ママ。ヨッシーさん、こんにちは。文句しかないです。待って、どの話してたっけ。私今日の晩ご飯なんかな、本当だよね、なんだろう。アンリタンさん、こんにちは。ギリギリさん、こんにちは。 KG603 さん、こんにちは。じゃあももさんでお願いします。ももさんね、何せ国語が、そうなんです、すいません皆さん、何せ私国語がちょっとできないもので、すいません、ももさんでお願いします。じゃあチョコさん、ありがとう、嬉しい、ハートありがとう。チョコさん、またありがとうね。コーロワンさん、こんにちは。漢字だけじゃなくてひらがなもあった。ここが6点でもアイドルとしては100点満点だよ。まっ、嘘、嬉しい。やいちさん、ありがとう、ありがとう、嬉しい。ヤマトさん、こんにちは。レッドリコチさん、こんにちは。そうね、確かにいちごちゃん、そう、漢字がちょっとね。いちごちゃん、こんにちは、こんにちは。FAZIR さん、こんにちは、合ってるよね。へえ、にゃんころもちさん、ハート3個かな、ありがとう。待って、名前ほんと分かんなくなってきた。なんて読むんだろうこれ、ちょっと待って。にゃんころもちさんのね、ハートのギフトの上の方、さくらさくさんの下かな。さくらさくさん、こんにちは。なんだろうこれ、なんていうの。すげさん、こんにちは。奈良さんも、こんにちは。おお、ひら、ちゃんと振ってある、すごい。あ、ぎっくり腰でも鎖骨に見せてくるよ、そりゃ。あ、ひらゆきさんか。ひらゆきさん、こんにちは。ありがとうね、教えてくれて。私、漢字がちょっと苦手でね。国語6点の女なの。国語が6点の女なんです。すいません。6点の女なんです。今日はね、クッキー作ろうと思います。イェーイ、クッキー作るよ。水太郎さん、こんにちは。クッキー作るよ、私。ガッチャンさん、なんでイチゴちゃんなの？イチゴが好きなの？私、納豆にイチゴを入れるのがすごい好きなんですよ。納豆にイチゴ入れて食べたいタイプで、それがみんなの中で結構衝撃的で、そう。それでいちごちゃんになりました。はい、納豆にいちご入れるのは衝撃的だったらしくて、みんなの中では、私は普通なんですけどね、みんなの中ではちょっとってなって、じゃあいちごちゃんにしよっかみたいな、はい、なりました。お腹空いてきた。そうだね、私もだよ。昨日は名前言いすぎたね、はい、気をつけます。友達にも言われました。
あ、すずさん、こんにちは。ももじさん、え。クッキーの材料は揃ってる。はい、大丈夫です。ちゃんと小麦粉も新しいのにしました。ガッチャンさん、それはちょっとまずいのでは。そんなことないの。納豆にポン酢を入れるのを想像してみてほしい。そういう味がします。納豆にポン酢入れた時よりもちょっとフルーティーな味わいになりますね。はい、賞味期限は大丈夫ですよ、ヒロさん。杉さん、こんにちは。クッキー作りま、あ、そうか、クッキー作るよ。昨日ね、本当に悔しかったんですよ。なんだっけ、スコーン失敗した時に。めちゃくちゃ悔しくて、スコーン失敗して。で、私もう絶対明日はお菓子作り成功したると思って、今回ガチで挑みに来ました。いちご納豆とスコーンどっち？絶対いちご納豆でしょ。いちご納豆の方が美味しいよ。じゃあ納豆にポン酢でいいのでは？それは内緒。酸っぱいスコーン、あれなんで酸っぱかったんだろう。めっちゃ酸っぱかったのよ。なんか腐ってたよね、あれ絶対ね。じゃあポン酢でええやん。内緒なんよそれは。ケンジさん、こんにちは。ユーノーネさん、こんにちは。はい、お疲れ。みんなクッキー作るよっていう。ちょっとね、クッキー生地を30分ぐらい置かないといけないので、もうそろそろ、もう今日は作っちゃおうと思います。ソフトテニスさん、こんにちは。大丈夫だよ。小麦粉買い直したよ。昨日スコーン作った時にスコーンの味がめっちゃ酸っぱかったんですよ、皆さん。やばくない？スコーンが酸っぱいんよ。ありえんやん。やけん、小麦粉を新しいのに買い直しました。もしかしたら腐ってたかもしれない。小麦粉が。ちびぞうさん、こんにちは。ふくちゃんさん、こんにちは。だから今日はクッキーはちゃんとしたのを作りますよ、皆さん。じゃあちょっと待って。今から、ちょっと待ってよ。キッチンに移動しますね。待って。ちょっと待っててくださいね。ちょっとこうしとこう。すまんすまん。すいませんね。いて。すいませんね。オッケーオッケーオッケー。オッケーかな。ちょっと待ってね。オッケー、準備多分できました。皆
皆さん、じゃあ今日もクッキー絶対成功させます。昨日スコーンめっちゃ失敗して悔しかったから、今日は絶対にクッキーを成功させてみせます。見といてください、ちゃんと。あ、応援もよろしくお願いしますね。クッキー成功するようにみんな応援しといてね。じゃあ作ります。コメントちょっと読めないけど、おー、みんなクッキー頑張るぞー、おー、やるぞー。コメントちょっと見れなくなる、ごめんね。よし、多分今日は絶対大丈夫。今日はちゃんと、なんだっけ、そう、ちゃんとしっかり検索してやってきました。はい、ちゃんとね。オッケーオッケー、やってきます。応援してるね、ちゃんとみんな。あ、ギフトはちゃんと後で名前読みますね。ありがとね。え、昨日のココアなんであれ、あ、昨日のスコーンなんであんな酸っぱかったんだろう。本当に不思議なんだけど。酸っぱかったんだろう、本当に謎。失敗する要素一つもなかったよ、自分的には。自分的には失敗する要素一個もなかったんだけど、なんで失敗したんだろうね。だってさ、普通さ、なんか焦げたとかならわかるけどさ、酸っぱいってなくないね。酸っぱいって普通なくない。大丈夫な気がする、自分的には。だってクッキー失敗ってまあまあなことやで。ちゃんとみんな応援しててよ、見ててよ、ちゃんと見ててよ。何グラムだっけ。は、薄力粉 120g。 めっちゃ料理できる系女の女って感じじゃない、料理できます系女。いや違う、料理うまい系女子か、料理できる系女子になりたいっていう、はい、120g 入れます。あ、手際いいと思うんだよね、私割と。なんかボールがないんだけど、もういっか、じゃあこれで。
50g 入れます。バターといえばね、北海道のバター、北海道の北海道で作られたバター、ぜひ買ってみてください。めちゃくちゃ美味しいので、全然味が違います。やっぱり大事なんだろうね、その環境、飼育環境って。全然バターの味が違って美味しいです。え、マジ？バターめっちゃ入ってるやん、クッキーって。こりゃ太るわ、こりゃ太るわ、太らんわけがないわ。やばくない？めっちゃ使った。北海道の乳製品は格別、やっぱり格別ですね。あと卵を割ります。私よく卵を、なんかスーパーから買ってきた卵をよく割って、ママにめっちゃ怒られてた思い出がある。スーパーの卵って割っちゃうんだよね、血持ってたら。持って帰ってる途中に割れて、ママにめっちゃ怒られてた。最近は割らないわ、そんなに。溶かしすぎてしまいました、皆さん。バターちょっと溶かしすぎちゃった。これちゃんと新しい薄力粉、薄力粉、わかんない。まあ小麦粉です。よし、準備は整った。で、危ない危ない、なんか卵で思い出したんだけど、私一時期めっちゃ卵かけご飯にハマってたんですよ。めっちゃ美味しいやん、卵かけご飯って。やけんめっちゃハマってたんだけど、なんかある日、なんかお腹壊してたのかわかんないけど、卵かけご飯食べたらめっちゃなんか変な味がして、腐ってたのかなあれ、わかんないけど、なんかめっちゃ変な味がして、大丈夫かなと思って食べなかったんだけど、次の日めっちゃお腹壊したの。多分絶対の卵腐ってた。で、めっちゃお腹壊して、めっちゃ吐き気がして、めっちゃやばくて、それ以来卵かけご飯が生で食べれなくなっちゃった。なんかよく言うじゃん、日本の卵ってめっちゃ新鮮だからさ、なんか日本でしか食べれないみたいな。でさ、別に卵は多分悪くなかったの。多分私んちが卵を1週間ぐらいずっと置いてたんだと思う。多分私んちの管理が悪くて、あっ、ちょっと卵入れすぎた、やば、まあいいや。そうで、私んちの管理が悪くて、それを私が無断で食べて、そうお腹壊したんだとは思うんだけど、本当はちゃんと、あの、なんていうの、新鮮な買った日の卵とかを食べたらそんなことにはならなかったんだと思う。だからみんなに伝えたいのは、卵はしっかりと日にちを守って食べろっていうこと。ただそれだけ。え、待って、絶対これ成功するよ、これ絶対成功するわ、みんな。だってもうほら見て、なんかまとまりそうやもん。
回絶対成功する。これよし、こっからはもう手で混ぜちゃおうと思う。手で混ぜます。え、めっちゃクッキーや作ってるって感じ。クッキー作ってるって感じだ。え、めっちゃ楽しい。めっちゃ柔らかいし。でもさ、さっきのバターの量見てすごかったね。クッキーってね、こんなバター入ってんの。そりゃ太るよな。だからみんなもお菓子はほどほどにしてね。健康的な生活を送らないといけないから。でもバターね、絶対本当に前ね、一回本当に北海道の私のなんか親戚が牧場をやってて、牧場をやってるんですよ。でそこのバターとチーズもう本当に美味しかったの。もうなんか、え、今まで食べてたバターって何やったんやろって思うぐらいめちゃくちゃ美味しくて今でも忘れられないあの味を。そう、なんかその親戚がめちゃくちゃその時経営が不況で、そう、私ちょっと応援したいなと思って買ったんですよ。めっちゃ美味しかった。なんであれが売れないんだろうと思って、難しいなと思った、大人って。え、待って、めっちゃ見て、よくない？クッキーの生地やんこれ。あ、待って、バター違う、砂糖入れ忘れた。砂糖 40g 入れないとやばい。どうしよう、入れていいのかな。今絶対ダメな気がする。いっかも。え、なんか絶対ダメな気がする。え、なんか絶対今入れちゃダメだった気するわ。バター、あ、砂糖か。どうしよう、ちょっとやばいぞこれ。大丈夫かな。応援してほしい。大丈夫だとは思うけど。本当大丈夫かな。なんかちょっとやばい気してきたよ。ちゃんとこれを、卵をバターに入れる前にちゃんと砂糖入れとかないといけなかったけど忘れてた。だからなんか工程が少ないって思ってたんだよ私。なんかめっちゃ工程少ないなと思って。そういうことか。なんか変になってきた。なんか、え、絶対嫌な気がしてきた。ちょっとやばいかも。大丈夫だよね、めっちゃ混ぜたらいけるか。見て、なんか変じゃない。絶対おかしい。やばい、めっちゃザラザラする。なんか失敗しそうな気もしてきたんだけど大丈夫かな。え、やだやだやだ、本当に悔しいから昨日のは。なんかちょっとやばい気してきた。なんかめっちゃすごい。なんかさ、砂糖が生地とちゃんとまとまらないっていうか、砂糖がさ残っててめっちゃザラザラする。そう、生地にね砂糖が残っててね、生地がめっちゃザラザラする。溶けない、砂糖が。大丈夫かな。
嫌な予感してきたよ、この流れ的に。なんかまあ美味しくないわけはないと思う、美味しくないわけはないと思うけど、でも嫌な予感してきた、でも嫌な予感はする。めっちゃこねてる今、マジでめっちゃこねてる。あ、でもなんかいけそうな気もしてきたけど、ちょっとザラザラする。全然溶けてない、大丈夫かな。まあ見かけ的には料理できます系女子だよね多分。昨日のスコーンは別としといて、まあいっかも。見てほらまとまったしいいやろ。ちょっとザラザラはするけど、ザラザラはするけど多分大丈夫。オッケー、じゃあこれをね30分置かないといけない冷蔵庫で。確か。待って、なんか。厚みをつけるって書いてある、ちょっと待って。ちょっと今ナミ今真剣モードです。はい、真剣モードだから。これはガチで成功させに来てるから。私汚い。あとあと。これで生地を平たく伸ばします。平たく、伸ばす、平たく。いいんじゃない。でもなんか、うわ、なんかクッキー作ってますって感じする。よし。
大丈夫大丈夫、よしよし。でこれを冷蔵庫で30分間寝かせます。はい、寝かせます。寝かせます。これでもう大丈夫。あとはちゃんとねお片付けしないといけないから、え、めんどくさ、え、めちゃくちゃめんどくさい、ね、めっちゃめんどくさい。せんといけんやん。お片付けしなきゃいけないわ。あー、やりますか。30分間だから6時半まで。え、クッキー6時半まで待たないといけないの？やだやだ、待てない、待てなくない？6時半まで。で焼くでしょ。え、まだまだやん。まあいっか。もうお片付けやだ。作ってる時はめっちゃ楽しいけどお片付けはやだな。あ、これママのコーヒー、ママのこう、ママこ、ママめっちゃコーヒー好きなんですよ。めちゃくちゃママコーヒー好きなの知ってた？うちのマママジのコーヒーマニアだから、コーヒーショップとかよく行っていろんな豆を、なんていうの、試してる。ここのコーヒーは美味しいとか言って、ここのはちょっとなんかちょっと風味が足りんわみたいな、ちょっとすっきりすぎかなみたいな、ずーっと聞かされるわ。でもまあ大将の言うことは聞かないけんけんね、しょうがないんやけど。いや、にしてもだよね、にしてもコーヒーが好きすぎて困っちゃう。クッキーの砂糖大丈夫だったかな。あの砂糖絶対嫌な予感する。なんかさ、めっちゃクッキーの生地ザラザラしてたんだよね。なんかやばい気する。成功するかな、どっちかな。でもさすがにもう昨日で失敗はもういいでしょ。昨日のスコーンでもいいでしょ、さすがにね。
失敗もこれ以上されたら怖いから、私の料理キャラがなくなってしまう。一応ね、料理キャラやりたいから、私料理うまい系になりたいから。無言でお皿洗い続けます。気ままに配信って感じ。気ままに配信。どうぞいらっしゃいって感じ。初見さんもいらっしゃい。もうこの配信自由ですから、皆さん自由。オッケー、こんな感じ。あ、え、めっちゃクッキー怖いんやけど、これ失敗したらどうしよう。めっちゃ怖くない？なんか。なんかリアル映してますみたいな感じだね。何も喋らなかったらリアル映してます。すいません皆さん、本当ごめんなさい。ちょっと見て、これ私こういうので配信してるんですよ。これここがね、緩いんですよ。ここが緩いのよ。ちゃんとねしたやつなんですよこれ。よっしゃ、オッケー。ちゃんとしたやつではやってるんだけどね。掃除機かけますね、掃除機。
ーの方がそんななかったんだけど、クッキーの方がそんなにない、これぐらいしかない、全然ないんだけど、はい、全然ないです。日常配信みたいなんだけど、オーディションじゃないんだけど、オーディション配信なんだけどさ、日常配信みたいになってんだけど大丈夫？はい、ちゃんと終わりました。多分大丈夫。待ってね、ちょっとだけ待ってね、ちょっとだけ待って。あ、皆さんお掃除終わったので、褒めて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 、今からね、おにぎりをね伝授したいと思います。お腹空いちゃったからちょっとだけ。皆さん、褒めてほしいちゃん。褒めてほしいちゃん。でもめっちゃ綺麗じゃない？うちにしては結構上出来な方だと思う。じゃじゃーん。ちゃんと成功しますように。なんか本当にさあ、本当に日常配信してるみたいなんだけど、もう何回も言うけどさあ、なんかね、なんて言うの、本当日常配信じゃん、オーディション配信じゃないやんこれ。もっとほらなんかさ、ちょっとさね、アイドルらしいことしたいな、私も。てかまあアイドルらしいことしてるんかな。はい、皆さんできました、おにぎり。おにぎり。熱。めっちゃ熱い。気をつけて。ビース。オッケー。おにぎりを食べようじゃん。おにぎりが何よりも美味しそう。クッキーよりおにぎりの方が美味しいかもしれない。クッキーよりおにぎりの方が美味しいかも。お久しぶりです皆さん。というわけでおにぎりを食べたいと思います。
今日のおにぎりはこちらです。たけのこご飯でございます。私はね、あれなのよ、おにぎりはフォークで食べたい派なんです。おにぎりはフォークで食べたい派。じゃ、いただきます。うん、おいしい。あ、めっちゃ熱い。待って、どこからギフト読んでないのかな。絶対に読ませていただきたい。皆さんコメントありがとうございます。ちょっと皆さんどうしよう、ギフトどこからかな。ずっと探してる。待って、どこかな。ギフトどこから読んでないの、私わかんない。待って、見つけたかも。あれ、チョッコーさんのやつから、チョッコーさんのやつから、あれ、でもチョッコーさんのやつってどこからだろう。難しい。まあ、いいか。ヤヒチさんありがとうございます。にゃんころ、うん、あ、うん、あ、合ってんのかな。ちょっと待って、本当にわかんない。チョッコさんありがとうございます。ヤシさんもありがとう。バラかな、バラありがとう。にゃんころもちさんもありがとうございます。あとはトレーラーマンさんもありがとう。あとはキムさんもありがとう。だるま、だるまありがとう、嬉しいです。マサドリさんもありがとう。ピカピカありがとう。アスさんもありがとう。ゲンさんもありがとう。トレーラーマンさんも、え、めっちゃ送ってくれてる。トレーラーマンさんありがとう。アルゴンさんありがとう。ピカピカ。サラシャンさんもピカピカありがとう。トレーラーマンさんも、えらいありがとう。ヤヒチさんもえらいありがとう。チミゾウさん、タコありがとう。嬉しい。赤タンさんもありがとう。赤タンさんもありがとう。マサナレさん、マサナレさん、金のだるまありがとう。やっとわかった、なんとなく。オッケーオッケー。アイちゃんさん、こんばんは。たまちゃんさんもこんばんは。ありがとう、まさのれさん、金のだるま。はい、というわけで食べます。おいしい。ね、あ、キリタコエンさんも、あ、ありがとう。え危ない危ない。え、
いです。すいません皆さん、本当にごめんね、本当にすいません。でもね、私ね、ね、本当やばい、本当やばい。ママにスマホ壊したら怒られるって。ね、さすがにスマホ壊したら怒られるよね。赤田さんもありがとう。今のはやばかった。本当だよね。どうしよう、本当に。怖い怖い。待ってね。スタンド？寿命？スタンド寿命か。でも買い直すのがもったいない。ママ怒ってほしいよ、ほんとやめて。ママが怒ったらやばいから、ほんとに。マスクさん、こんにちは、こんばんは。マグナさんもこんばんは。今日は何して遊ぶの？もうちょっとしたら、クッキーの型抜きします。そうそう。エクボがキュートですね。だってオレンジフリースの大吉さん、ありがとう。え、めっちゃ美味しいんだけど、たけのこご飯。皆さんはご飯何派ですか？きのこご飯とか、あとは何やろ、松茸ご飯、一回は食べてみたい。休憩中、モックさん今休憩中です。え、たけのこご飯かきのこご飯とか松茸ご飯とか、何ご飯がある？うん、タケノコめっちゃ美味しいよね、あさみさん。私めっちゃタケノコ好き。おにぎり派いいね。めっちゃ私タケノコご飯好きなんですよ、私。タケノコが大好き。ほんとに。素敵な茨城さん、おにぎり派。ゴンさんは、あ、わかめのご飯ね。あ、待って。わかめご飯と五目炊き込みご飯は、タケってか、うちのお兄ちゃんがめっちゃ好き。めっちゃうちのお兄ちゃんと合いそう、ゴンさん。タケノコご飯ですね。やっぱそう。栗ご飯いいね。あ、豆ご飯めっちゃ好き。え、てか、グリーンピースが入ったご飯めっちゃ好きで。グリーンピースのご飯めっちゃうまい。ほんとに好き。三脚の答えか。本当に分かんないんだよね、どこか。あ、おこわ、山菜おこわめっちゃいいね。お家きれいにしてますね。そうですよ、お母さんが掃除大好きなんで。お母さんが何と言っても掃除が大好き。ゆかりいいね。あ、梅ご飯めっちゃ好き。赤飯作るのうまい。あ、めっちゃいいやん。アットホームな配信。
めっちゃくっちゃアットホームな配信めっちゃくっちゃアットホームじゃないこれ。もうなんか実家に帰ってきてる感覚だわ。まあ実家だけど私はほのぼのしすぎてます。え、めっちゃ梅ご飯食べたくなってきた。 SY の推しのギュータさん、こんばんは。今私はタケノコご飯を食べてます。ほのぼの、そう、ほのぼの、いい、ユダナさん、こんばんは。めっちゃ今日ほのぼの配信。明日から気合い入れなあかんけん、今日はほのぼの配信ですよ。明日からガチ気合い入れな。もう追い込みよ、追い込み。うん、毎日実感それ、それな、毎日京都のたけのこ産地。え、まさっぺさんすごっ。京都のたけのこ産地に住んでます。ここのたけのこは柔らかくて絶品です。だって、やばっ。え、なんていうブランドのたけのこ、ブランド、たけのこってブランドあるんですかね。え、どこのたけのこだろう、食べてみたい。おけいさん遊びに来て待っとったよ。おなせさんこんばんは。卓上さんもこんばんは。あと、なんだろう、下の名前の方、なんとか兄さんこんばんは。漢字が苦手なんです私。なんて言っても国語のテスト6点の女だから、すいません。鶏ごまから材料を鍋で作って、炊き込みご飯作って、おにぎりにして、よく冷凍して食べるよ。いいね、冷凍。それも読めんのか。そうなんです、すいませんね。こうへいさんこんばんは。みちゃきのこさんやっほーやっほー。福島一成さんこんばんは。ジデマリさんこんばんは。タケノコの里とキノコの山ではどっち派。キノコでしょ。私本当にね、ごめん。ひらゆきさんこんばんは。ひらゆきさんこんばんは。私ごめん、タケノコの葉の、タケノコの里の人を多分めちゃくちゃ敵に回すと思うんだけど、で本当にタケノコの里を食べるよりも絶対キノコの里食べた方がいいと思う。マジでこれは言っとくけど、だってさ、タケノコの里ってさ、よく言うじゃん、この棒とさチョコレートが分かれてるけど、タケノコの里はさね、なんかミックスになってるじゃん、チョコとクッキーが。それよりもさ、キノコの里食べてさね、バラバラだからチョコレートだけ食べたければチョコレート食べて、クッキー食べたければクッキー食べるやん。で、タケノコの里みたいにクッキーとチョコレート同時に食べたかったら、タケノコの里をガブって食べれば済む話じゃん。あれ、キノコの山やだからキノコの山の方が絶対に効率的だと思うんですよ。で、本当にタケノコの里に宣戦布告を申す。え、ちょっと逆にさ、たけのこの里の人います、なんかいい点とかあります？逆に私は本当に全部論破できる自信があります。論破できる自信しかありません。ありますか、たけのこの里の方、皆さんなんかあるんですか怖い怖い。え、たけのこ売れてると聞きました。本当？マチさん本当ですか？それキノコ派です、ガロットさん。ん、木こりの木、リ、株派です。どういうことやねん、どういうことやねんいや、クッキーとクラッカーの味違うもん。え、クソやん、ほんと。
キノコの山は手汚さずに食べれる。 HKT 決まったね。キノコの山は手を汚さずに食べれるのがいいですよね。そうだよね。オリゼンさんこんばんは。タケノコ的に回したな。だって本当にタケノコが私好きなんですもん。あ、アポロ派なんだゴンさん。クッキー美味しい、美味しいよね。いちごちゃんこんばんは。カモカバーさんこんばんは。タケノコ派の人いないの、まさか。ポリエモンさん、はじめましてだって。めちゃきのこさん、もっとごめん、めちゃきのこさん気づかなかった。タコ2個ありがとう、めっちゃ嬉しいです。めちゃきのこさんありがとう、ありがとうね、気づかなかった、ごめんなさい。きのこサクサクで美味しいよ。なんですって、きのこはクラッカーですやん。タケノコのあのクッキーの生地が美味しいやん。なんですって、キノコも美味しいし。トレーラーマンさん、自分はタケノコ派ですね。なや、結果売ってんのか。あ？あ？結果売ってんのか。キノコの山はサクサクして食べれるけど、タケノコの山はクッキーのがうまい派、クッキーがうまい派です。あー、また結果売ってんのか。あー、喧嘩売ってんのか。なんだっけ、ゴーさん、あ、アポロチョコレートがなくなった時にあのチョコの形でキノコの山ができた。あ、そうなの。ゴーさん、アポロチョコレートがなくなったからキノコの山ができたの。じゃあアポロチョコレートが元祖やん。元祖アポロチョコレートやん。キムさん、クッキーの部分が硬すぎて硬すぎず。あー、まあね。いや、でもキノコの山はあのサクサク感が一番美味しいんだよ。本当にあのサクサク感が美味しいの。ちょっとお皿あっち直してくるから。本当にメイヤーさんこんばんは。キノコ派です。チャミさんキノコ派、イエーイ、一緒。サクサクしすぎて食べた感じがしない。どっちが、どっちがだろう。キノコの里はクッキーの、みんなクッキーの部分なの。タケノコの里の良さはパイの実派です。まあ美味しいけど、美味しいけど、美味しいけど、私はもうね、ごめん、みんなが何を言おうと私は絶対キノコ派だから、マジで譲れないからね。キノコ派マジで譲れないもん。私本当にキノコの山派なの。多分なんだろう、周りの友達がタケノコの里食べてたら、私はなんでそれ食べてんの、こっち食べなって言うと思う。めっちゃ反抗してるけど、それぐらい私はキノコの山派なんですよ。あ、それいいね。ちょっと後で言うを。パイの実派です。チョコなし、そう、タケノコ、違う、キノコの山はそう、クッキーの部分だけ売ってた時があった。チョコの部分なしでクッキーのとこだけ。ポッキー派です。まあわかるけども。メイヤンさんキノコ派一緒だ、イエーイ。じゃあみんなに質問しようかな。みんなに質問していいですか。キノコの山分解して食べる人、はい、もちろん。みんなはキノコの山かタケノコの山、それとも私待って、みんなはキノコの山派かタケノコの山派か、それとも私。ね、なんでみんなキノコの山なの。いちごの山が好き、いいね。ヤシチさんいいね。
ウッシーさん可愛い、ありがとう。イベント中なのにあ、もうやらないです。メイヤーさんキノコなんやねん、なんやねん、圧が、圧めっちゃかけとるし。ちょっと待って、キノコの山、それともタケノコの山、あれ言いすぎて分かる、キノコの山、それともタケノコの里、あれだよね、それとも私、みんなは何派、もちろん私だよね、私しかないよね、私以外考えられないよね、私以外私以外いないよね、タケノコの里とかクッキーの里とかじゃなくて、私以外いないよね、みんな、私以外いないよね、赤田ありがとう、私以外いないよね、いちご派だよ、本当に、メイヤーさんキノコってなんやねん、ねえねえ、キノコの山派、タケノコの里派、それとも私、私以外いないよね、ねえ私以外いないよね、キノコの山とかタケノコの山とかありえないよね、みんな私のこと好きって言ったじゃん、なんで私のこと見てくれないの、なんで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 、ねえなんでタケノコの花のキノコみたいな顔してるね、なんなんどっちも好き、勝つまでやるんですか、はいもちろんです、目がくるくるさん怖いあ、勝つまでやります、キノコの里とか、あ、キノコの山とかタケノコの里には負けたくないから、私こういうのホラー映画で見たことある、タヌちゃん、タヌブチャさん、こういうのホラー映画で見たことある、だって伝説の得意披露、特技披露でこれやったらええやん、そう本当にやるって、やっちゃうよ多分私、直行さんそんなこと言ったら私本当にやっちゃうからね、ほら冗談とかで言うけど本当にやっちゃうから、私、なんかあのホラーゲームのバッドエンドの時に流れてきそうだよね、え私以外ないよね、みんな私のこと好きって言ったじゃんどうして私のこと見てくれないの、どうしてキノコとかタケノコの里に浮気してたの、なんで私以外見ないって言ったじゃんやってください、本当に言ってんの、え、やってもいいの、逆にバッドエンド担当、バッドエンド担当のいちごちゃんです、みんなのことを絶対に許さないから、みんなのこと絶対に許さないから、タケノコとかキノコの山とかに浮気してるみんななんて絶対に許さないからやばくない、本当になんであの人たちのことが好きになったの、ありえないんだけど、なんていうかもう分かんなくなってきた、待って、もうキノコの山だっけ、タケノコの里だよね、合ってるよね名前、キノコの山なんてあんなクッキーとチョコだろ普通の、タケノコの里だって別にただのクッキーだし、そんなんよりも私の方が絶対にいいじゃんねえ、私だけを見るって言ったじゃん、私のことが好きってあの時めちゃくちゃ言ってくれたじゃん、なんで嘘ついたの、もうやんやってきたもうネタがなくなっちゃったもん、はいダメですねこれ、もうネタがなくなっちゃった、子供はもういないだっていちいちごであさみさんがもう脅されて、いちごでありがとうね、やいちさんありがとうやいちさんありがとうね、もくきをもらって、ヤイチさんありがとう、大好きありがとう、もう私もネタがもうオチがないのが辛い、本当だよ、
クッキー早く作ろうや。時間ないよ。冷静になろうみんな。こんなキノコの山とかタケノコの里でこんな言い合ってたら大人げないようちら。ね、大人げないよこんなので争ってたら。よし作ろう。はい。よっしゃ作るぞ。あーみんなちゃんと待ってちょっと待って見てクッキーがめっちゃ硬いんやけど、めっちゃクッキー硬いんやけど大丈夫かな。ちょっと待って、めっちゃクッキー硬いんやけど、めっちゃクッキー硬いよ。めっちゃクッキーが硬くなってる。大丈夫？クッキーってこんなもん？トゥルルルルルーン。でってねー。あ、待ってね。本当？お、熱くない？本当？メイヤンさん大丈夫？本当に？メイヤンさん大丈夫？本当？大丈夫かな？よっしゃ作るぞみんな。型抜きします。型抜きます。おお。お、めっちゃうまくできた。見て、田舎のおじさんさん、ありがとう。嬉しい。ありがとうね、大好きだよ。ありがとう。めっちゃいい感じよ。めっちゃいい感じ。え、あの砂糖全然大丈夫だったんだけど。え、ちょっと調子乗って明日もやろっかな。他のなんかマカロンとかめっちゃ挑戦してみたい。めっちゃむずいけどね。マカロンとか挑戦したい。え、待って、やばいよ、うちめっちゃうまい。うまい。え、新たな才能、新たな才能が開花してきたかも。やばい、こんな才能あるなんて知らなかった。私もやば、めっちゃうまくない？やば。うち今からめっちゃ集中するわ。ちょっとめっちゃ集中します。かりんさん、ありがとう。ありがとうね、タコ大好き。かりんさん、田舎のおじさん、ありがとう。さん、ありがとう。ハートもありがとう。嬉しい。ありがとうね、田舎のおじさんさん。田舎のおじさんさん行くぞ。私今日めっちゃ眠いんですよ。今日めっちゃ眠いんです。私なんでやと思いますか？なんでやと思いますか？めっちゃ今日眠いんですよ。なんでやと思う？めっちゃ今日眠い。どうしようもないぐらい眠い。
で焼けるかな。ちょっとごめん、めっちゃ集中してた。やばい、めっちゃ集中してた。配信してること忘れてたぐらい集中してたんだけど。配信中ってこと忘れるぐらい集中してた。やばいやばい。てかさ、みんなに言っとく、今回絶対成功、めっちゃくっちゃ成功してると思う。めっちゃいい感じだもん。適当にこうやって丸めて焼こう。 OK できた。めっちゃ集中してたけど、はい、めっちゃ集中してたんだけど、もうマジで配信ってこと忘れてた。すいませんね。詰めすぎ？でもさ、でもさ、でもさ、聞いて。一回で焼きたい。本当に。まあ私そういうとこあんのよ。一回で焼きたいのよ。本当に。二度とかやりたくないのよね、私。二度手間嫌なのよ、私。でももう焼いてみます。もういいや。焼こう。はい、焼きますよ、私はもう。大丈夫、大丈夫。大丈夫だよ。うまくいく気しかしないから気をつけないとね。ここめっちゃ暑いから、前一回やけどしたことあります。じゃあ皆さん、もう私は焼いてしまいますわ。はい、いきます。お願い、成功して、昨日のスコーンみたいにならんといてほしい。いきますよ、スタート。おいしくなりますように。おいしくなーれ、おいしくなーれ。大丈夫大丈夫大丈夫、みんな大丈夫だから。おいしくなーれ、お願いします。あ、ひろあきさんありがとう。え、こうパセリ
さん、ありがとう。大好き。後でちゃんとお礼します。ヒロさんもありがとう。リンクさんありがとう。タコありがとう。ヒロさんもまたありがとう。カリンさんも、マサノレさんもありがとう。美味しくなるかな。いや、大丈夫だ。信じるわ。はい、大丈夫大丈夫。みんな大丈夫よ。結構手際いいな。だってありがとう。コーパセリさん、ありがとう。大好き、ありがとう。嬉しい、ありがとう。優しいから振り仮名つけました。ありがとう。素敵な茨城さん、ありがとう。ハート、ありがとう。みんな隙間気になってるかもしれないけど、全然大丈夫。気にせんといて。もう全然大丈夫だから。よし、チャットコメント見れます。めっちゃ嬉しい、ありがとう。え、うせやん。もう私一生、なんなら私10位以下に落ちると思ってた。みんなのことをさ信じてたけどさ、信じてたけど10位以下に落ちちゃうと思ってた。え、めっちゃ嬉しい、ありがとう。8位までちゃんと登れました。めっちゃ嬉しい、ありがとう。みんなありがとう。めっちゃ嬉しいです。私もうほんと10位以下になると思ってた。よかったー。このルームが一番面白いだって。やったー。おっしゃ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 、嬉しい。8位までなりました。全然映ってない。めっちゃ嬉しい、ありがとう。皆さんありがとうございます。あ、嬉しさのあまり興奮がやばい。ちょっと待って、このルームが一番ハラハラ。さっき楽しいからのハラハラ。やったー、皆さん本当にありがとうございます。あ、えってなった。STU から浮気してます。不倫相手ってこと。私じゃあ STU48 様、どうかお許しください。広島こうパセリさんですよね。パセリさんをちょっと奪っちゃいました。すいません。 STU48 さん、すいません。ちょっとお借りしております。あ、違う、奪っちゃいました。すいませんね。こんにちは、こんにちは、だってこんにちは、こんにちは。このルームが一番名前連呼して、すいません。いちごちゃんです。マルガンさん、こんばんは。中村モンドさん、初見です、嬉しい。皆さん、私決めました今。皆さんこんばんは。決めました。なんかギフトランキングあるじゃないですか。
ギフトランキングの上位の方の名前書こうと思います。イエーイ、書いちゃおうと思います。初見風です。前からいるじゃん、素敵な茨城さんは。初見じゃないでしょあなたは。ギフトランキングの上位の方をクッキーにチョコペンで書こうと思います。めっちゃよくない、このほまれさんこんばんは、どうぞ。だって漢字書けるか心配、任しとって。めっちゃよくない、この案。なるほど、めっちゃいい、素敵なファンサービス、いいでしょ。私最近ね、ファンサービスをね、もっと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 頑張ろうと思って。ひろあつきさん、それは嬉しい。本当？目がくるくるさん、ナイス。あ、目がくるくるさん、ツイッターめっちゃ上げてくれてありがとうございます。友達がいつも俺言っときなよ言っときなよって言ってましたよ。目がくるくるさん、ありがとう。いつもみんなひらがたひらみんなひらがなに仮名を、うごめんなさい。私本当にリアルで国語6点なんですよ。やばくない？国語6点ですよ。テオリーいいね、笑ほんとゲンさんよかった、いいお友達そうなんですよ、めちゃくちゃ優しいんですよね。その方もアイドルめっちゃ好きなんで、その子もその子もめっちゃアイドルが好きで。わっぴみんさんこんばんは。めっちゃもうむずいって、素敵な茨城さん、むずい。国語6点はすごい、ありがとう、嬉しい。国語6点はすごいだって、ありがとうございます。ディスタンスさん、君を思ってひらがなの名前に最初からしてる。トゥンテトゥンテンテテン、恋しちゃいそう、ありがとう。漢字が弱いから心配です。大丈夫、任せていて。ん、仮名じゃ、あ、カナメじゃなくてカメ、あ、オッケー、ごめんなさい。10点満点中6点 ?100 点満点中6点です。はい、100点満点中6点です。いや、褒めてはないです。え、どういうこと、わかんない、ひらがなでよかった。あ、ほんと、ゲンさんありがとう。待って待って、もう読めないもん、その漢字全く読めないんだけど、どういうこと。なんとかなんとかなんとかに名前変えるかやめてよ、目がくるくるさん、目がくるくるさんは書きやすいもん、目がくるくるさんって。いちご警察ありがとね。10点満点中じゃなかったのか何、どういう意味よ、どういう意味、最後の最後の笑いはどういう意味ですか。ちみもんりょう、あー、ひらがなでそう読むってこと？そういう読み方するんだ、すご。ちみもんりょうさん、6点ってどないしたら。いやいや、これ取ったんですよ、本当に、これが取ったんですよ私。それも普通に取れた6点なんて、別に特に何もしなかったら取れますよ、お勉強。え、ひらがなも読めてない？え、いけちゃうさん、兄さんさん遊びに来たよ、待っとったよ。逆に何の6点取れたの、本当だよね逆に何の6点取れたんだろう。覚えてない、多分記号問題だと思う、記号問題、うん、で取ったんだと思うよ6点は、さすがに。え、本当の話だよこれ、みんなにテスト見せたいもん今ね。家にないの、家にないっていうか多分捨てた、もうひどすぎてね、ママとパパにバレたくなくて捨てちゃった。だってママとパパに6点取ったなんてテスト見せらんない。え、日農家小6の漢字1、何やろこれ、日農家小6の漢字、もう読めない。え、難しいって、日農研の小6の漢字、漢字多いコメントスルーされます、すいません読めないんです。名前で6点名前で6点やろ、ほんと違う違う、
捨ててたって。え、やってることのび太くんやん。暗号問題、パパとママ配信見てたらバレるやん。確かにあんま言っちゃいけんかも。そう、6点のねテストガチで取ったんよ私。ガチよこれ。国語の点数6点ですからね。証拠隠滅ありがとね、わざわざ漢字にひらがな呼び仮名つけてくれて、ゴンさんありがとう。証拠隠滅、そういうこと。そう、 A から A の間で当てはまるものを選びなさいっていう問題があるの。そういう感じで、 A から A で適当に A ってやったら当たってた。それで6点取ったってことは私運がいいのかも。ワロットさん頑張ってください。ありがとう、頑張ります。生誕祭祭り、パパママ恥ずかしくて劇場に来れなさそうだ。待って、本当にごめん。みんなに謝ってください。謝罪会見。すいません皆さん、もうイヤホンで聞かれてる方なんてもう鼓膜今破れてますよね。すいません本当に。今からスマホスタンドの謝罪会見を始めたいと思います。パシャ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 。それではですね、まず、スマホスタンドさんから、一言、はい、あるらしいです。この度は皆様、私スマホスタンドがすいません皆様の鼓膜を破ってしまい大変申し訳ございませんでしたすいませんでした今回ご迷惑かけた皆様は本当に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 申し訳ないと思っています皆様にこの度ご迷惑かけた関係者の皆様、配信をしているいちごちゃん、そしてその配信を見てくださっている方たちに多大なるご迷惑をおかけしてしまいました。大変申し訳ございませんでした。これからはしっかりと部品を買い直して、私もゴミ箱に入ってゴミ収集車に回収されて燃やされるかもしれません。これからの未来私は分かりません。燃やされるのか、他の誰かがゴミ箱から拾って使ってくれるのか、正直分かりませんが、私は今回の事件をもって、いちごちゃんのスマホスタンドを、という役目をですね、やめたいと思います。いちごちゃん、本当に今までありがとう。というわけで皆さん、クッキーもうちょっとで焼けそうですよ。クッキーがもうちょっとで焼けます。あと何分だろうね。え、待って、もうやばいやん。もうあと20秒ぐらいですよ皆さん。え、なんかいい感じよ、めっちゃ。え、できちゃいましたクッキーが。ちょっと、行きますよ。いいですか？開けちゃいますよ。オープン！
めっちゃ良くない？ちょっと待って見て見て。え、ちょっと待って、やばいやばいやばい、本当にもうすいませんすいませんすいません。え、待って、柔らかい、ちょっともうちょっと焼くかも。あ、もうちょっと焼いた方がいいかもしれない。せっかくのオープンが無駄になった。派手な音してるだって。もうちょっとでしたね。あのオープンを返してほしい、本当に。せっかくあんな気合い込めてオープンって言ったのに。あと5分ありますね、皆さん。本当にね。なんか結局あのスマホスタンドって使ってるんだけど、卒業しとらんやん、全然全然卒業してないです。はい、全然卒業してないです。スマホスタンドの、スマホスタンドさんの卒業公演いつですか？え、いつしようかな。最終日とか？最終日にスマホスタンドの卒業公演しましょう、みんなで。よくない？めっちゃよくない？素敵な茨城さん、ちょっと考えてきます、すいません。モビさん、こんばんは。ママテンさんもこんばんは。ゲンさん、ありがとう、復帰ありがとう。めっちゃスマホスタンド好きやん、みんな。ウルトラセブンさん、こんばんは。皆さんこんばんは、お疲れ。今クッキー作ってます。今日は歌わんの、歌おうかな。なんか昨日マテンドの距離をなんかリクエストしてる方がいらっしゃった気がする。カンパパさん、こんばんは。じゃタコいいんですか？感動をありがとう言いたい。 いや皆さん好きすぎじゃない？あ、待って、ごめん、ギフト来てた、全然気づかなかった。いや、気づいてないわけはないけどね。え、どこから読んでないの、私ギフト。素敵な岩ひろあきさん、ありがとう。あさみさんもありがとう。リンクさん、あさみさん、ひろ長崎さん、ありがとう。まさのれさんもありがとう。あさみさん、お疲れ、ありがとうございます。あさみさん大好きです。ごめんなさい、気づかなかった。あさみさん大好き、ありがとう。ひろ長崎さんもありがとう。だるま、お、ちびぞんさん、タコありがとう。ひろ長崎さんもタコありがとう。サラジャーさんもタコありがとう。あさみさん、ごめんなさい、気づかなかった。ありがとね、何回も言うけど。お疲れだって、お疲れ。あさみさんもお疲れ、ありがとう。スタンドちゃんが在籍した証に金のプレートを。ありがとうございます。そういうこと？皆さん、最終日にさ、スマホスタンドのさ、スマホスタンドの卒業公演見たいですか？長崎はなくてもいい。じゃあ、ヒロさんで。皆さん、スマホスタンドの卒業公演、チケット買ってくれますか？
最終日はもうスマホスタンドともさすがにお別れします。私もはい、伝説の記者会見にはなってるけど、当選したらね卒業公演。今日もあと1時間よ、やばい、ケースの圧縮。ちょっと待って、ママは帰ってきちゃった、ちょっと待ってよ。今できました、今でできました。ちょっと開けますね。よしさんこんばんは、大将お帰りなさいませ。いきますよ、いきますよ、オープン。あ、待って待って、やばいやばい、いい、めっちゃいいよ、いい感じ。ちょっと奥の方見て、ちょっと焼き目ついてるくない？今度こそもういいよ、これは絶対に。じゃあ、オッケー、冷まします。よしさんありがとう。じゃじゃん、ママから奪ってきました。え、めっちゃ美味しい、カルパスの味がする、めっちゃ美味しい。めっちゃよくできたよこれ。あ、やっぱくっついた、ちょっとだけくっついてるけど他は全然そんなことない。熱いけど、皆さんお疲れ。今クッキー作ってます。めっちゃ成功しました今日は。ちょっとさ、これつまみ食いします。失礼しました、すいません。じゃ、いただきます。めっちゃうまい、めっちゃくちゃおいしい。めっちゃうまい、成功。めっちゃくちゃおいしいよこれ。お祝いしてください。味めっちゃ美味しい。田舎のうちさんさん、ありがとう。女子力上がったね、本当だよ。あずき？
めっちゃ美味しい。え、これ絶対に成功した。だって正直これ、うん、お店に言ってても全然おかしくない。めっちゃ美味しい。コウヘイさんありがとう。ゲンさんもありがとう。嬉しいです。ありがとう、褒めて。リンクさんありがとう。みんなもクッキーいりますか？みんなもクッキーいる？あーあー、おいしい？おいしい？おいしい？おいしいよクッキー、めっちゃうまいよ。ありがとう。うん、おいしいですか？みんなの、あ、待って、先輩、先輩のためにクッキー家で作ってきたのだ。受け取ってほしいな。はい、人で。おいしい？人で。おいしい？ケロケロさんおいしいって、ありがとう。ケロケロさんありがとう。ケロケロさんおいしい？おいしかった？サラシャンさんありがとう。おいしかった？サラシャンさん、アイドル志望だもん。人で。おいしい？ナミが頑張って家で作ってきたの。人で。おいしい？美味しいぞ。だってめっちゃ美味しい。本当に美味しい。本当、絶妙な味でした。よかった。本当に美味しいもん。ちょっとママにも食べてもらいましょうね。ちょっとすいません、最初ちょっとこれだけ、ちょっとだけ食べて。カメラ映ってない。おいしいって。というわけでチョコペンを受精します大将が認めた味。私が頑張って作った。何年も失敗し続けた。やっとできた味。人で。大将も認めたこのうまさ。好評発売中です。お近くのこのマークがあるお店までお待ちしてます。大将の認めた味だから多分うまい。でも結構美味しかったっしょ。あ、美味しかったらしいです。多分お求めはこちらまで。
いいね、ちょっと後でまたやります。またやりたいそれ。いちごちゃんショッピングで売ってよ、だって。そうですね、売ろっかな。じゃあじゃじゃーん、ちょっと光が、いいんじゃない。オッケー。じゃあ移動します。小陣安さん、こんばんは。ホラーかと思った、だって。あ、サラシャンさん、いいね、ありがとう。ありがとう。キラムシ、キラ100、ミョンミョンさん、ありがとう。じゃあ、今来た方にもう一度。今クッキー作ったので、ぜひ、あ、もう一回やりますね。もう一回やります。先輩、私ね、昨日先輩にクッキーあげたくて一生懸命お家で作ったの。はい、人で美味しい？食べたい？あーん、美味しい？だって私アイドル志望だもん。美味しい？美味しい人で。
美味しいよ。食べさせて。うん。美味しい。酸っぱい。美味しい。めっちゃ美味しいぞ。多分これ本当に美味しいよ。よかった。多分大丈夫。あ、布団で隠そう。あ、いいじゃんいいじゃん。オッケー。じゃあ名前を書きたいと思います。時間があれだったので上位の5位の方から書きますね。上位5位、上位5位の方書きたいと思います。まず現段階のランキングでごめんなさいなっちゃうんですけど、ヒロさんありがとう。じゃあヒロさん書きますね。え、待って、なんかすごい、あ、出てきた。ダメだこれ。うん、おいしい。やば。え、難しいこれ。あ、ちょっと待って。ででーん、ヒロさん。まあ不器用バレちゃうかも。まあいいや。ヒロさん、いつもありがとう。大好きでーす。で、待って、作る工程見せらんなかった。ここら辺で作ったべ、作るべきか。ででーん。ヒロさん、あ、これはちょっと一回、あ、待って、やばい、これダメだよね、こうやって、よし。ヒロさんいつもありがとう。スクショタイム。オッケー。よし、次行きます。